政府による有効需要創出のため PB 目標破棄を。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。高松にいます。いつ来てもいいところだなぁと短足が漏れる街でございますね。つくづく新幹線が欲しい。さて、6月の実質賃金が大きく下がってしまいました。6月の実質賃金 0.8% 減、下落幅2年ぶり。厚生労働省が4日発表した6月の毎月勤労統計調査によると、現金給与総額の伸びから物価変動の影響を差し引いた実質賃金は前年同月比 0.8% 減と3ヶ月ぶりのマイナスになった。夏のボーナスが前年割れした影響で、下落幅は2015年6月以来2年ぶりの大きさとなった。対前年比 0.8% 減というのはボーナス含めた現金給与総額であるため、より重要な決まって支給する給与も合わせて見てみましょう。日本の実質賃金の推移。2016年の実質賃金がプラス化しているのは物価がマイナスになってしまったためです。実質賃金とは名目賃金から物価の上昇を控除し計算されます。2016年に日本経済は再デフレ化し、皮肉なことに実質賃金がプラス計算されてしまったのです。逆に現在の実質賃金の低迷は名目賃金の伸びがわずかでしかなく、物価上昇に追いつかないために起きています。特に決まって支給する給与は2017年1月以降6ヶ月連続で対前年比マイナスに陥ってしまっています。決まって支給する給与の名目値を見ると、一応平均で 0.29% ほど対前年比でプラス化しています。とはいえ物価の上昇には追いつかず、実質値ではマイナスが続いているのです。もちろん現在の日本の物価上昇率はコア CPI でプラス 0.4%。 実質賃金を計算する際に使う持ち入れの帰属家賃を除く総合でプラス 0.5% と、デフレ脱却には程遠い状況です。そのわずかな物価上昇にすら名目賃金の伸びが追いつかないため、実質賃金がマイナスになっているというわけでございます。まさに停滞という表現がしっくりきます。ちなみに実質賃金の低迷を受け、厚生労働省は基本給が伸びているために賃金は基調として増加傾向にあるとコメントしています。基本給とはおそらく決まって支給する給与を意味するのでしょうが、実質賃金のマイナスとはミクロでは国民が買える物やサービスが減っていることを意味します。すなわち日本国民の貧困化は未だに続いているのです。国民が貧困化している状況で賃金は基調として増加傾向も何もあったものではありません。マクロの視点では実質賃金の低迷は生産性が伸びていないことそのものです。そしてなぜ生産性が伸びていないのかといえば、もちろん需要が不足しているためです。需要が不足しているからこそ生産性を伸ばす投資をする必要がないわけでございます。というわけで政府は早急に需要創出のための財政出動に乗り出す必要があります。西田昌司参議院議員が先日の JC のサマーコンファレンスや新アベノミクスを求める要望書で提言した通り、政府が積極的に財政出動をせずに民間に積極投資を期待するのは無理があったのです。一応麻生財務大臣は8月3日の内閣改造後の会見で、個人や企業が資金を活用しない中、政府支出が一番大きく期待される、マイナス金利政策下で生産性の向上につなげるために有効需要を作り出していくという面で財政を使わないといけないと語っています。とはいえ政府支出による有効需要創出のためには、とにもかくにもプライマリーバランス黒字化目標を破棄しなければなりません。安倍政権には自分たちが国民をひたすら貧困化させていっているという現実を認め、 PB 黒字化目標の破棄を決断していただきたい。 PB 黒字化目標を維持したまま政府支出による有効需要創出などと言われても全く信用できません。